あ、あ、あ、久保さん。あのね、久保さんの動画終わったらね、ガナリが出てきたんですけど、<laughs> あのー、ガナリさんね、絶対スマホに変えないって言ってた人なんですよ。だけど、なんか今年からね、新しい挑戦しようと思ってスマホに変えましたっていう動画が出てきて、おっ、そこにガナリも変えたか、みたいなね。<laughs> あのー、高橋ガナリの事件ですね <laughs>。 そうあんだけね結構頑固やじがなりがね僕はねスマホに変えたっていうのはねやっぱねこの人すごいなと思いますねうん言ったことをやっぱ曲げられる力っていうのがあるなっていうのがうんなんかねこれがあの僕が見たのが生活がギリギリで収入アップしたいホテル制御員男性43歳 マルチ商法に誘われみたいなタイトルの動画なんですけど、これ1月7日にアップロードされてる動画の前説で、がなりさんが今年はみたいな,なんか言ってたんですけど、まあ、僕もね、絶対売らねえぞっつってね、意地張ってたんですけどね、3、4。あのー、曲げましたね。買い取る業者、あのー、チカチカ来るので、まあ、交渉いろいろしようかなと思うんですけど、まあ、車も新しいの買いましたしね。なんからやっぱね、あのー、 変えてていいくっていうのが本当大事だなと思います、ねまあ頑固も時としては大事な部分もあるんだけども時代に応じて変えていかないといけない部分は絶対あるんで例えばトヨタもう最初は布織りだったかなだけどあのこれからの時代は車自動車産業が儲かるぜみたいになってで車に変えて今度はトヨタシティだと街作るぞみたいなねなってますけど変えていかないと。 多分あなたが変わらなくても時代は変わっていくのであと物も変わっていくしやっぱそれに取り残されてしまうと、まあ、化石になりますんで、ねまあ、常にやっぱ考え方のアップデートを柔軟にしていくっていう絶対その絶対すら曲げられる考え方ですね、うん、絶対すら曲げられる考え方っていうのがめちゃめちゃこの,あの時代を生き抜く上でめちゃめちゃ僕は大事だなと思いますね 1>, うん、1年前はこれが絶対って言ってたとしても今はそれを覆すみたいなねただ僕はね一つの絶対はあのこれは曲げない曲げない絶対もあるんですよ曲げない絶対は何かっていうとあの発信ですね多分この億万長者合宿僕があのお金にねゆとりがあってもう別にコンテンツビジネスをねやらなかったとしても、まあ、久保さんとのやりとりは絶対続くでしょうね これは何ででかかっていうと単純に負けず嫌いだからですね。久保哲郎なんかに負けたくないみたいなね。多分まあ負けず嫌いっていうね。単純にそう。嫌いなんですよね。負けるのが。うん。そう。なんかね、孫正義さんがね、負け癖をつけたら絶対ダメだみたいな言ってましたけどね。うん、まあ負け、勝負にとって負けるっていうことはもちろんあると思うんですけども、負けていいやって思うんだったら、 多分負け,負けの人生でしょうね、うん、負けることはしょうがないんだけども負けてもいいやって思ってるんだったらずっと人生負け組でしょうねうんまあしょうがないですよ、ね、じゃあ絶対勝とうと思っても負けることもあるだろうし勝てないこともありますよだけどその負けてたるものかっていう気持ちがない思いがないんだったらまあ変えられないでしょうねうん だから変えるべきものと変えないべきものっていうのはいろいろあってもいいと思うんですけどただ柔軟にねやっぱ対応していくっていうのがやっぱこの時代を生き抜く上でのすごく大事かなと高度経済成長である一定のルールもうなんかもうなんだ情報も出ていないある一定のまあ終身雇用もあってまあ本当に勤勉に会社に働いてたら順調に会社があの成長してね 給料もあって、ボーナスもあって、退職金もいっぱいもらえるっていう時代だったらまだしも今はそういう時代ではないですし、またコロナも出てきてますし、まあね、こんなの多分まあ考えればわかることで、コロナなくなってないので、ウィズコロナは僕、あと3年か5年続くんじゃないですか、おそらく。うんだ2年前とかね、新薬出ますよっていう話だったじゃないですか。で、2年後どうですかえ <laughs> <laughs> うん、まあ、確かにワクチンの方が出てるんだけども関係なくまた爆くしてるわけじゃないですかだからあのそういうこともいろいろ過去から学べることもあるわけじゃないですかもうね2年間学んでるわけじゃないですか2年間見てきてるわけじゃないですかじゃあこれからどういう生き方どういう考え方どういう稼ぎ方をしなければいけないのかっていうのはやっぱその臨機応変に対応していかないと多分生き残っていくっていうのは無理かなと思いますねうーん いってらっしゃい。